ですけど、もう怖いです。本当にさっき音聞こえてくるんですけど、本当に怖いですよ。寒いよね、夏に来なかった、そして今私たち5人の中に脇屋敷得意な振り子になってて、あ、もういるの脇屋敷得意みたいな人もいると思うけど、怖いのがまあまあ変換みたいな人いないので、ビビリなんでやばいんですけど、チームを公開してまして、でこういうのとアーリーイメージだっていうのがあるんですけど、どっち先に入るかちょっとジャンケンしますね。脇の方から先、最初はグーだけど、はい、これでしょ。はい、で腰締めが先行ということで頑張りたいと思います。腰締めだもんね。そうだね。では早速入り口の方に行ってまいりたいと思います。レッツゴー。ミキさん聞いてください、このポスターにカバンが置いてるじゃないですか。カバンがなんか手と目みたいな。うわ、そういう系だ。あなたも友達にって書いてある。でもほら、お化け屋敷をさ一緒に入ると絆がさ深まるじゃん。友達になれるかな、この方と。こっちの絆じゃなくて、どうですか、愛子さん。この日を迎えて、この日を迎えて、昨日の夜に決心したんですよ。もうぐっすり眠れるのは今日が最後だと思って。確かに、しっかり寝たんです。皆さん、あら、元気がないですね。ありまーす。ぐるぐる巻き壊れた。何何、僕らのカバンには一体何が。ちょっと声太い、タイさん。もうさっきから身震いがブルブルブルって。ゆなちゃんがめっちゃ説明書見てます。見てください。お話のあらすじがあります。あなたもこれが友達ねですよ。わかるですか。で、なんかお化け屋敷にミッションあるらしくて、そのタイさんのカバンの中にお友達の人形を返さなきゃいけなくらしくて、最後の部屋にタイさんのカバンがあるので、そこに人形を入れてしっかり口を閉じるらしいです。マジで怖い。もうね、タイさんになりそう。タイさんになりそう。タイさんの友達になりそうじゃなくて、タイさんになりそう。なんかお化け屋敷って知らないで入るならいいんですけど、お化け屋敷入るって考えると怖いです。あ、ね、それはあれば。しかもなんか文字とかが全部怖くてやばいです。なんかもう見た目やばくない。もうこのなんかもう入り口まですごいんですよ。ここに映っているタイさんという女性の幽霊がぬいぐるみを探してさまよっていますので、今から返しに行っていただきます。こちらを使いますので、どなたかお持ちいただいて。マリアだよ。お願いします。ありがとうございます。ちょっとぬいぐるみは可愛いです。行ってきます。助けて。大丈夫、ありゃ大丈夫です。行こう。よし、行こう。やだ、やめて、本当にやだって。怖い。やだ、腕くもねえ、怖い。行こうよ。逃げないで。アリアがもうここから逃げ出そうとしてます。アリア行こう。アリア行こう。やだやだ。二人になりました。行ってきます。え、どっちに行けばいいの。ちょっと場所変わらない。やだやだやだ。ちょっとさ、隣で行こうよ。隣ね。真っ暗真っ暗。はい、隣ね。アリア並び直し。怖さが怖いってなってない。なんかやだ。え、あ、お人形落ちた。ね、ちゃんとちゃんと動いて行こう。なんか早く行こう、早く行こう。なんかある絶対。こっち行け。いや、なんかある。行くよ。やだ。どっちに行けばいいの。さあ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 。開けてね、一緒に開けよう。いいよ、だから開けて。せーの、3かけるの。
いてかない？置いてこ。大丈夫。プシュって言うんだよ。最後プシュって言うからね。こっちだよカバン。え？カバン2個あって違う方のカバンに入れちゃった。え、心霊現象？曇ってる。え、めっちゃ曇ってるんですけど大丈夫ですかこれ。なんかカバンが2つあったんですよ。本当のカバンだと思ってチャックがあって開かなくて、しかも髪の毛がなんか出てそっちに置いてきちゃったの。もう壊れてるんだと思って、そしたら違った。なんでやろ。どうでしたか2人。最初椅子はなくてどっちに行けばいいか分かんない。椅子に持ってって止められちゃって大丈夫さんに。そこまで何もないんですけどね。はい、さっき何なの。マリア一人で置いてかれた。紙でおつないで出てくるまで破れなかったら成功。ゲーム丸。